皆さん、こんにちは。今日の話はパリです。キャンディーを美味しく食べてるレッドとイエローがあります。しかしどこかから変な匂いがするようです。変な匂いの主人公はブルーでした。飴の匂いを嗅いで飛んできたのですが、イエローとレッドは分けて食べたくないようです。ブルーを避けてあちこち逃げようとするが、羽の生えたブルーには避けられませんでした。変な匂いに振り向いたらブルーがありましたね。ついてきたブルーを見てレッドとイエローは驚きました。結局キャンディーとレッドとブルーはゴム紐のように引かれてガラス瓶の中に入ってしまったんです。レッドは臭いブルーを避けてみようとしてもキャンディーで入り口が塞がってしまって出られないんです。レッドは中に閉じ込められてしまいました。もう方法は一つです。キャンディーを舐めてしまうのです。飴を全部食べたら匂いのために入れないイエローは他の方法を探してみましょう。ちょうど道にマッチが落ちていますね。マッチで鼻をつまんで入るみたいです。ちょうど道にマッチが落ちていますね。マッチで鼻をつまんで入るみたいです。ちょうど道にマッチが落ちていますね。マッチで鼻をつまんで入るみたいです。